ガズ A はアメリカのフォード AA トラックを原型としてソビエト連邦において生産されたトラックである。生産は合リキー自動車工場が担当。第二次世界大戦中は軍用車両としても多用された。1.5トンの積載量にちなみの愛称で呼ばれた。1930年代初頭ソビエト連邦は アメリカのフォード社より乗用車のフォードモデル A 及びトラックのフォードモデル AA1930 年型のライセンス生産権を取得。フォードとの共同事業として設立されたニジニノブゴロド自動車工場で生産に入った。ソ連製の最初の AA は1932年1月29日に完成。同年、都市名の変更に伴い工場名が 通リキ自動車工場になると、車両名もなず A からガズ A となった。入手できる資材の都合を、ソ連独自の改良などにより、生産途中に様々な仕様変更が導入されている。ただし、水冷直列4気筒のサイドバルブエンジンと、指針でなく、ボビンメータが回転する前期型フォード、モデル AK 流儀の速度計は、 戦時中までの4輪駆動車を含むガズ車に引き継がれた。1938年からはエンジンが 40HP から 50HP へと強化され、このエンジン強化型はガズ MM と呼ばれ、戦後の1950年まで生産された。当初のガズ MM はエンジン以外、ガズ AA との外見上の異はなかったが、戦時中には資材節約のため、 様々な生産簡略化が行われた。1941年型では、前輪フェンダーは、生産が簡単な角型になり、キャビン屋根は単純な形状のキャンバストップに、キャビンドアとフロントバンパーは廃止、前消灯は、左側のみ、ブレーキも、後輪のみ、荷台の煽りは後方のみが、基礎式となっている。大祖国戦争開始時点で15万両以上のガズ、 AA、MM が赤軍で使用されていた。さらに戦時中、派生系を含め、約98万5000両が生産されている。神山系、ソビエト1.5トンカーゴトラック説明書。ありがとうございます。